今て、まあいいや。あ、もうついた。そう、グリップ入れようかなと思ったんですけど、うん、グリップどうしようかな。もう一回停止お願いします。よし、じゃあ、あとちょっとね、質問ね。あとちょっとですか、もうちょっと、うん、僕の作業はまだまだ。え、あ、まだ全然。え、まだ全然あるよ。あれ、これか。うん、ダメダメはやったね。続きまして、はい、上野裕太さんね、はい、京都様、トリトリトリッキー、小暮様、お疲れ様です、動画配信ありがとうございます、毎日動画が始まると競争に拝む習慣ができました。今成さんって知らない。シャフトとスイングについて質問です、はい、ドライバータイトリスト 917D2、はい、ツアー AD の IZ6S、はい、スリーウッドがタイトリストの 917F2、ツアー AD の TP の 6S、はい、クリークがキャラウェイの X2 ホットね、うん、NS プロの 950S、はい、アイアンはテーラーの P790、 シャフトダイナミックゴールド S200、はい、ウェッジに関してはボーケーと、はい、シャフトがダイナミックゴールド S200、 パターを除き上記のセッティングなのですが、はい、ウェッジが打ちたくないほど苦手ですと。緩んでしまうのが怖くて打ち込んでしまいます、はい、さらに上げようとすれば、はい、トップ転がろうとすればちゃっくり、はい、何もかもうまくいきません。アイアンとシャフトは合わせた方がいいとショップの人には言われましたが、ウェッジに NS プロ950のような柔らかい、まあ、体感で柔らかく感じます。シャフトのものを選んで使用しても問題ないのでしょうか。またスイングについて自己分析するとカットに入るスライサー気質のスイングなので、懐を作りインサイドから、入りドローを打てるように練習しております。練習場では肩から肩のハーフスイングで練習し、手を使いすぎないように気をつけてますが、体のスウェーが止まりません。手首も硬いと言われます。アイアンまではいいのですが、ウェッジになると顔面蒼白です。ウェッジがうまく打てるトリッキーなスイングのコツも教えていただけると嬉しいです。シャフトやスイングについて何かアドバイスいただけると助かります。まずそのクラブのことね、はい、これの人スペック書いてきてくれてるんだけど、ウェッジも、うん、NS プロ950のような、うん、まあ、この人にとってはちょっと柔らかく感じる、うん、シャフトのものを選んで使用しても問題ないのでしょうか。いや俺はね、この人だからテーラーの9P、 他のやつは P790 の、うん、シャフトダイナミックゴールドの S200。 それでも僕その方がいいと思いますよ。 S200 の流れでウェッジも作った方がいいってこと。ああだよね。うん、ちょっと勘違いしたすいません。いや、ウェッジは、うん、やっぱアイアンよりも重くて硬い方がいい。そうだよね。あのダイナミックゴールドの S200 なんだって、アイアンは全部、ウェッジまで、うん、それで、まあいろいろ聞いたら、その知り合いの人は、はい、アイアンとシャフトが合わせた方がいいんで、うん、NS950にした方がいいんじゃない。ちょっと待って、さっき AS200 って言ってませんでした。あー、ごめんごめん、うん、ね、あ、でもアイアンはテーラーの P790、うん、シャフトダイナミックゴールド S200 って書いてあるから、うんうん、で48、52、56はボーケー、うん、シャフトがダイナミックゴールド S200、うん、だったらこれは別にいいよね。全然いいと思いますよ、うん、全然いいですよ。変えなくていいですよ。僕ね、ちょっとね、通ずるものがあるんですよ。何、何、どういうこと。僕の半年前、一緒ウェッジ持ったら蒼白。いや、ウェッジ持ったらって、これが三段のアプローチだけだろ、うん、うん。いや、この人ウェッジっていうぐらいだから全部じゃないの。え、違うのかな。アプローチだと思いますよ、僕その感じは。アプローチなのかな、うん、同じ感覚で聞いちゃったんです。体のスウェーが止まりません。手首も硬いと言います。アイアンまではいいのですが、うん、ウェッジの、アプローチのことかな。絶対そう、僕も同じですよ、まあ、アプローチだけはね、もう自信がつかなかったらもう無理ですから。そうなんだよね、自信だけなんですよ俺。ただ自信だけなの。
自信とイメージだけですよ。でさ、別にさ、寄らなくても関係ねえやみたいなさ。いや、関係なくない。全部寄ってんじゃん。まあね。だから、そのね、チャックリの人の気持ち分かんないけでしょ。僕、本当にそこのアプローチがさ、俺、だから、茶店のあそこの、なんだっけ、僕がフックかけて、さっき話した、フックかけて6万円で、うん、で、右左のエッジから、5ヤードぐらいをパターじゃなくてアプローチ行った時に俺チャックすると思ったでしょ。うん、うん、うん、じゃないよ。乗った。俺が乗ってた時だろ。そう、いや違う、乗ってないよ。右からアプローチして寄ってない時ですよ。あれ、メスタさんのパーパットはもう、もう10ヤードぐらいあったんです。だから、あ、茶店のとこね。そう、ティーショットを25センチ手前にワンクッションしてたやつですよ。ドッターンって。あ、違うでしょ、アイアンでしょ。あ、違う、ミュースターセカンドさ、キューバウッドで右にキューバウッドっていうか、あれちょっと待って、そこ何、ショートホールじゃなくて、ショートホール前、あー思い出したセカンドキューバウッドで右に逃げまくってそう、いやいや、ワンピンにはアプローチつけてんじゃん。ワンピンってあっていうかね、あんなとこつけちゃダメ。すごいとこだった、すっごいとこだったよね。俺もびっくりした、行ってみて。いや、イメージも、だからピンが見えないから、もうイメージであそこにぐらいの強さで落としてって言ったら、イメージ通り行ったから、こうパーってグリーン、砲台さ、上がっていったらさ、まずピンと被ってくるから、OK まで行ったのかなと思って、近くに行ったら、ワンピン、そのワンピンもさ、もう直角行のワンピンだからさ、あれ、30センチぐらい切れるフックやじゃん。そう、これはもう入んねやと思ったから、うん、でも僕、あそこパターで行ったら、もう一生ビビー版だと思うから、一応サンドで頑張ったんですけど、あのね、もう言っときます。もう、例えば1時間打ち放題とか90分打ち放題、極端だったら2時間打ち放題、うん、で、まあその辺、なんだっけ、アコーディアだったら1000円でしたっけ。あ、そうなん。1000円とか1500円とか、その、まあ、値段で言っちゃうと1時間とか1時間半打ち放題なわけじゃないですか、うん、ひたすら3度、もう僕ね、人生の中で今までで一番3度打ち打ったんです。ずーっとポーンって15ヤード、ひたすら15ヤード、それでか回復したんだ、うん、ただ単にね、打ち方知らないだけなんだから、うん、打ち方を理解して、あと体でも10ヤードキャリーの、もう10ヤードキャリーのやつだけでいいんですよ、アプローチね、うん、まあ、だから前小学生から質問あった時も言ったじゃん俺、うん、まあ、アプローチはやりすぎないから、そう、もう練習場アプローチだけでもいいんですよってね、僕だから今日ずっとこう、まあ今日は作業してますけど、コソ練はアプローチ絶対するっす。絶対やってるもんな、絶対する。やっぱアプローチ自信っていうか、一回チャックリすると手に残っちゃうんですよ、うん、そのチャックリの感触が。だからそれをかき消すぐらい、もうアプローチをもう打ちまくる。そうだね、アプローチ練習は絶対必要だと思う、うん、だって俺アプローチ練習しかしないじゃん、ドライバーとアプローチしかしないじゃん。いや、アプローチはほとんどしてないじゃん。いや、サンドウィッチがアプローチみたいなもんじゃん。まあね、だから10ヤードキャリーでいいんですよ。だってグリーンなんてさ、30ヤード、まあ基本、うん、だからそんなの10ヤードキャリーして転がり考えたら、うん、10ヤードキャリーだけでいいんですよ。そうだね、だからもうちょっとアプローチの練習だけにだけいっぱい頑張ってくれっていう。すごい頑張ってくれ、もうね、異常なぐらい打っていいと思う、うん、そしたらちょっと遊び心できるんですよ、うん、ちょっとこうしゃくろうかなとか。だってずっと15ヤード10ヤード打ってても最初はもう必死だけど、だんだんちょっとこうアレンジしだすから、うん、まあでも結局さ、うん、やっぱり練習いっぱい やって、うん、でコースでいい結果を出さないと克服はできないでしょ、うん、そうなんです、結局最終的にはね。だからこれだけやったんだからもう大丈夫だってやって、うん、うまい成功例が頭の中に脳に刻み込まれると治るよっていうことだ。だからもう変な、もう厳しい言い方しちゃうと、アプローチが下手な人は、まあ言い方悪いけど、ただの練習不足なんですよ、うんうんうん、本当に極論言ったら。で、練習すればするほどやっぱ上手くなるんですよ、うん、ってことは全部そうなんですよ。だから宮下さん、ドライバー日本一練習するじゃん。そう、そういうこと、そういうこと。まああんま言いたくないけどそういうことだよね。だって他のアイアンなんか打ってると見たことないから、それは乗るわけないっつんだよ。だからアプローチはね、もうびっくりする練習してると、うん、もう家に座布団じゃないや、なんかね、家の布団にもね、打ってもいいぐらい。
布団に。まあね、まあそこまでとは言わないけど、ね、だから要するに入ればいいんだから、たまにコンタクトすればいいんだもん、うん、まあそこまで、まあだからアプローチ練習増やしてくれるのイメージでいいよね、うん、そうするとあのちょっと動きも良くなってくるんでってことにしときもね、うんうん、もうね、なんかねドキドキもしちゃうし、こうクッてやった瞬間に血の毛がふーってなるから、うん、まあそれは俺も分かんないことはないけど、ね、だって宮下さん一番ひどい時さ、あの構えててさ、当たる前にあーってバックスイングであー当たんないやつね、うんうん、まあでもでさ、宮下さんどうしたんですかって言ってたら、もう一回打ったんです、もうあの当たってないまあいいんだよそれは、お前なんで人のことを言うんだよ、そんな、いや昔そうだったじゃん、ね、今うまいからいいじゃんや、別に、いやそういう時みんな経験していますよってこうね、うん、はい、ということでアプローチ頑張ってください、はい、続きまして安藤さん、はい、楽しく視聴しました、自分も以前から考えていたのですが、我々アマチュアがクラブの距離を把握しようとする場合、うん、電磁ボールを使用する練習場では実際のところはわからないってことですよね中には実球使用の練習場もありますが、なかなかありませんと、うん、特にクラブ買い替えなどでまだ慣れていない場合、うん、どのように距離感を把握するのがベストだと思ってますか、よろしくお願いします。難しい質問というか、もうラウンド行くしかないです。僕も言っちゃう、もう本当答え言っちゃうと、いや1本打ちゃいいんじゃない。何1本打ちゃって新しいクラブを、うん、要はまあ、ロフトの問題もあんまりやめなんだけど、できればロフトが立ってるボールで、あの立ってるやつ、あの寝てるやつで、例えば俺なんかだと、もしレンジボールだけで、練習場だけでやるってなったら9番アイアンをひたすら打つのよ。そうすると以前打ってた9番アイアンがあそこ行ってるっていう感覚があるわけじゃん。でそれと同じとこ行ってるから、あ距離変わんないやっていう感覚なのよ。俺は経験があるからそうなんだけど、そういう見方はどうかなと思う。ああ別に、いや俺はねそんな頭全くないから、俺はもう練習場のレンジボールは全く当てにしないから、僕本当にまあ距離をね、うん、だから縦距離を全く当てにしないってことでしょ。そうただその振った感だけと顔に慣れるための練習だから、そのレンジボールというか練習場小暮れはね、そう僕はだから距離でやんなくて、その構えやすさ顔に慣れるのと、 でも質問は距離でしょ。そうだから距離は僕はコースでちゃんとピコピコで測って、で予想して打つ最初の場最初で予想して打って、でそのピンのもうピコピコしてるからキャリーのところを見る、うん、そしたらあ今の感じで何ヤードキャリーなんだって、そしたらね2、3ラウンドしたらさ、平均のキャリーでき分かるじゃないですか。そういうのね、だからやっぱ1ラウンド2ラウンドじゃもうやっぱラウンドすればするほどアイアンの距離が分かるっていう、やっぱすぐは分からない。いやいやいいよ別にだからもう基本的にはでも練習場しかそういうの見極めるポイントがないとしたら、うん、あ練習場は見極めらんないって、だってボールによっても違うんだもん。いやだからショートアイアンの方がいいんだ、6番とか7番になってきちゃうと、うん、回転数がほぼ同じになっちゃうの、うん、だから距離が全然縦距離が合わないから、うん、だから9番で俺の基準はね、うん、9番で前回のやつはどこ行ってたっていうのが分かるわけじゃん、同じ練習場、うん、そうですね、うん、だからそれでやると意外とで今のクラブでさもうロフトがバラバラとかいうことないんだから、うん、9番で基本ベースが同じところ行ってんだったら大体同じ流れだなっていうんでやる、うん、まあ俺はそういう感じかな。基本俺距離感が合わないってことまずないから。だからさ、大体乗ってないのによく言えますよねグリーンに。何が？何がじゃないよ本当に。いやだってさ、前回のやつだってさ、俺グリーンオーバーしたのさ、ラフからさ、うん、ショートの次の左ドックのやつでさ、はい、バンカーの手前の右ラフからさ、うん、マンフライヤーしちゃってグリーン奥行ったの、はいはい、あそこあれだけだから。うんうんうん、あとオーバーはほとんどしてない。俺もうねそんなこと言ったらね。もうバーディー取りたいから突っ込みまくってね、大体オーバーだから俺。あまあそれ多いよね。だって昔はだってフェアウェイからフェラーエアさせてたもんね奥30ヤードの OB にぶち込んでたもんねいいっていやそれ言っとかないと一応突っ込むって言ったら、ね、ちょっとねフェアウェイだから、そうフェアウェイもね
やっぱちょっと噛むとフライヤーするんですよ。それほど打ち込んでるってことだよね。グリーフィー払えよ、お前。俺の分まで。俺タフ取らないから。お前俺の分も今度グリーフィー払えよ。じゃ本当はフェアウェイバンク上手いはずじゃないの。何が？あ、何？違うんだよ。だから俺はソールして、あ、そっか、ソールしないと打てないタイプだから。だからたまに練習場ではあのソール上げて、うん、バックスイング上げるのやってるけど、うん、それが苦手なのよ。だからグリップ握り直すってことだから。うん、だからそれ関係ないでしょ。っていうことで、うん、いいかな。まあ、小暮のやり方はラウンドしながら覚えていく。うん、俺は9番アイアンを基本ベースに前回のクラブがどうだったのかっていうので距離感合わせるということね。はい。はい、続きましてワーさんです。はい。いつも楽しく拝見してます。今日様オープニングかっこよかったです。そしてですね、うん、そして大会お疲れ様でした。次は頑張ってください。はい、質問です。はい、ドライバーを打つときに構えて指導する際、どこを最初に動かしますか。どこを意識して、意識してやりたいのでご教示ください。あ、待って待って。あ、じゃあ俺からでいい？うん、僕は体重移動。こうやって上げる。反動で上げるから。僕反動がないと体硬いから入んないから、こういうイメージ。だからこう構えて。だからすごい下半身が実はこうやってる。バタ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 するもんな、うん、ドライバー。すごいバタバタ。だからじっとしてて、こうやって上がんないんで、もうこうやってバックスイングする。うん、足踏み。これはそうだね、うん。俺はもう上のリズムだけだ。手だって手打ちじゃん。手打ちだから。ね、うん、ヘッドポンポンポンって置いてがプッと上げちゃう。うんうん、まあ、あのパッて上げないようにちょっとゆっくりめに上げたいんだけど、うんうん、あの俺の指導のポイントとしてはそれ。あの手のこの。僕だから思ったよりびっくりするぐらい足動かすんですよ。いや映像見ればわかるよ、ね。まあね、でも見てる人はさ、ヘッドの動きとかしか見てない、僕の足の動きとか見てないじゃん。だからまあみんなトリッキーだから見てんじゃない。だから今回だからまあリンゴウルフさんであんまりプレーしたとか見せたことないけどリンゴウルフさん出たじゃないですか。うん、うん。でも、まあ、まあわかんない。あんまり僕もチェックしてないけど。あんな普通にゴルフしてる小暮も珍しいけどね。普通じゃないっつうの。あれだったら寂しかったろ、文句言う俺がいなくて。いや、え、何やってんですかとか、そういうあれがなかったから。いや、多分ね、宮下さんと僕のね、文句の言い合いのゴルフ見たら多分ね。だって試合の時でも最後言ってんじゃん。振り戻しの方が早いですよ。やかましいわって言ってんじゃん、俺。そんな、あんな感じで、もう、すべてのホール言うんだね。前者って言ってますよね。と、いうことで指導のタイミングいいかな、これな。はい、続きましてドンナッツさんです、はい。アウトサイドインのスライスでドライバーでスライスが出るんですが、はい、インサイドアウトのスイングをするにはどういう練習をすればいいですか。アウトサイドインでスライス、うん、まあ、基本アウトサイドインだったらスライスだよ。で、インサイドアウトのスイング、まあ、ドローかな、うん、を打ちたいっていうかな、インサイドアウトのスイングをするにはどういう練習をすればいいですか。はい、だから本当に僕だったら、だって、まあ、アウトサイドインのスライスなんでしょ。うん、アウトサイドスライスなんだったら、うん、もうちょっとインちょっとこうクローズにして、うん、インサイドのこういう素振り、それは勝手にインサイドから降りてくるね、うん、ちょっとクローズ、オッケー、こんな感じ。単純にもう基本だね。もうだからもう初めから絶対インテンションの構え作っちゃうんですよ。インサイドから入るスライスだったら。っていうのが基本だね。まっすぐ構えて、インサイドから入れる、インサイドから入れるとできないから難しいよね。っていうのがもうスタンダードですから、それでやってみてくださいっていうね。はい、了解。だから極端にやってくださいっていう、うん、極端にね、うん、はい、ということで一旦もう終わりすんな。